はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、こちら、まあ一応鬼の王の決起術と書いてあるんですけど、一応無惨様の、技も使えるわけですよ。はい、衝撃波弱、ちょっと大きな音します。はい、このようにまあ衝撃波を打ったりとか、まあかといえば鬼の王のエネルギー弾を打ったりとかで、さらに衝撃波強、ちょっと大きな音します。はい、このようにまあ強い無惨様の技を打つんですけど、今回この、無惨様の技に追加されまして、骨血鬼曲が追加されました。はい、こちらはね、このようにまあ斬撃ですよ、多分これすごい強いと思う。このように、全体、僕の周り全体をおそらく切り刻んでくれる技で、まあ多分強いよね。今までってその、まあ、エネルギー弾しかり、無惨様のその衝撃波弱とか強とか全部まあ範囲技というかね、結構その一直線じゃないんだけど、弱はちょっと全体攻撃だけど、なんかその火力はあるけど、その近距離っていう技はなかったんですよね。でも今回この骨血鬼曲だよねが出たことによって、近距離で、まあさらに多分これね、おそらくクールタイム、あー鬼じゃないためできません、ごめんなさい。でサバイバルモードにして何個ぐらい飲もうかな。でちなみに無惨様の、まあ、スポーンエッグが出たと思うんですけど、その無惨様のスポーンエッグが追加されたんですが、サバイバルモードでも無惨様が出るようになりました。でも無惨様を出すにはまあ、こんぐらいでいいか、こんぐらいにしとこう。うん、無惨様を出すにはですね、上限、まあ、加減も買うか、多分上限だけだと思うんだけど、上限をサバイバルモードで、全て倒すと無惨様が、今後出現するようになるという、お、いいね。呪霊なんてもう血飲んでるからだけど、もう一瞬ですよ。あー、なかなかクールタイムはどうなんだろう。ちょっと待ってね。弱。あ、早い！クールタイム早い！これ弱ちょっと今かなり、クールタイムが長いんですけど、で、エネルギー弾。エネルギー弾！どうなんで、今日、いやダメージ食らう。今日だとかなりクールタイム遅い、弱も遅いで、エネルギー弾がそこそこでも、この骨血鬼曲は多分早い、だから近距離だけど火力もおそらくありそうで、でクールタイムがあるので早いね、早いね、圧倒的に早い。あ、もう撃てる、もう撃てる。これさ、もっと血飲んでさ、その鬼の要は進捗を上げたらすごい、もうずっと常に打ち続けるぐらい強いんじゃないかな。ちょっとぜひ鬼殺隊がいたらちょっと戦いたいんだけどね。義勇さん勝てるかこれ。待って、義勇さんいるな。やるか、行くぞ。無惨様の新たな決起術で倒してやるよ。行くぞー、おらー、義勇さん勝負だ。勝てるかな、勝てるかな。待って待って、今撃ったらダメ、今撃ったらダメだ。どうだ、あ、ちょっと待って、すごい強いかもこれ。待て、強い、多大ヒットする。あー、セセルテンがやっぱり強い。避けながら起きてる。よし、どうだ、もういける、もういける、まだか、やばい、もうちょっと待って、あ、痛い、助けて、ここいった、今だ、ここ、よし、いいよ、多大ヒットする。そしていけ、倒せ、まだか、もうちょい。いや、トーマくん、ちょっと待って、僕のってものなのに。トーマくん、なんでそんなことするの、ひどいよ、トーマくん、助けて、ごめん、トーマくん、ごめん、嘘です、ごめんなさい、失礼しました、ごめんなさい。やるて、こっけつく曲じゃん。無惨ぞ、こっちとら無惨ぞ、こっちとら無惨ぞ、いいのか、無惨様、痛いよ、無惨様に、ごめん、助けて、無惨様に、歯向かっていいのか、食べたこといいのか、歯向かっていいのかい。いや、これいいね、これさ、多分近づけないんだ、おそらく多大ヒットしてるから、もっと攻撃してくるはずだもん、ドーマ。うん、これめっちゃ痛い、やばい、残り3、助けて、やだ、ごめん、逃げる、失礼、助けて、ありがとうございました、すいませんでした。ああ、まあ残念ながらちょっと僕が無惨、まあでもドーマに勝つのはもう本当に、おお、ミワちゃんと戦ってる、ミワちゃんとダキがやってる。まあドーマに勝つのはね、至難の技じゃないので、まあちょっとね、現実的ではなかったんですけど、でもすごい、柱にも勝って、かつ前線していたかなと思います。で、ちなみに、
この前の動画、鬼滅の、刃の塔っていうのを作ったんですけど、その時にねちょろっとうんって思った人いると思うんですけど、実はムザン様、こちら第一形態ですね、こちらのムザン様なんですが、もうこの状態で、虎穴鬼曲使います。なのでちょっと使わせてみようか。じゃあ、まあ、先ほど戦った義勇さんあたりかな。ちょっと義勇さん戦わしてですね、使うんですよ。もうガンガン使ってきます。てかむしろそれしか使わない、おそらくこのように。はい、これですね。すごくない？なんか手からさ、生えてんの、生えてくるの、ほら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 、かっこよくない？あれ、虎穴鬼曲いきますよ、もう一回。ほら、強っ。ほとんど基本もう虎穴鬼曲しか使わないと思います、第一形態のムザン様。今までってなんかたまにその衝撃波弱っていう技を打ったりとかで、25% 切ると衝撃波強っていうのを打つぐらいだったんですよ。あとはテーペチンだったんですけど、それが虎穴鬼曲が出たことによって、まあかなりもう初期のムザン様でもすっごい強くなったと、はい、いうことなので、ちょっと今後ね、その ガチャ対決で、まあ、スポーンエッグも出てきたことですし、まあ鬼の王とかムザン様と、鬼殺隊で戦わせるときにも、まあ鬼側はかなりアドバンテージになるんじゃないのかなと、はい、思います。なのでちょっと今からムザン様と誰か他の鬼殺隊および、呪術廻戦のキャラクターでちょっと戦してみたいと思いますので、第一段階のねムザン様とちょっとこの後ちょっと見てみましょう。はい、というわけで、まあこちらムザン様のね、スポーンエッグがあるんですけど、今回ですね一体一体戦わせまして、で誰なら第二形態までいけるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。だから今はこれ全員で第二形態を倒すじゃなくて、第一形態の状態で、こんだけいる中で誰が第一形態から第二形態だ、第二形態になった瞬間おしまいですね。ということで、じゃあまず一人目、はい、じゃあ炭治郎です。かなりの、まあ優勝候補というか、もう日の神神楽も覚えてるのでかなり強いと思うんだけど、その代わりやはり元はかまぼこ隊なので、どうしてもやっぱり耐久力がないんですよね。だから煉獄さんたちと違ってこうなってしまうと、はい、まあこれ一回一回ちょっと回復させていこうか。なので即時回復のスプラッシュポーションさえあればすぐ回復しますので、さあ戦ってくれたまえ、君はこれから戦うロボットだ。じゃあ行きます。次善逸、善逸はまあちょっとかなり距離があるので、炎イカズチの神とか多分撃つと思うので、そうした時にまああのあーこうなっちゃう、こうなっちゃうのはちょっと困る。だとしたらちょっと計測不可能だな、これおそらく。そうだね、バコーンで、まだいけるまだいけるまだいける。いやしかしこれまだ半分もいってない、これは無理だねおそらく。いや6連いったが、しかし体力が3と。なるほど、やはり強いな、本当に強いわ。それではこっからがまあ本番って言ったらあれなんだけど、煉獄さんいきましょう。柱の中で最強です。さあ煉獄さん、煉獄さんに関しては攻撃力は多分炭治郎よりはないと思うんだけど、その分やっぱり耐久力とかもう全ての能力において、煉獄さんの方が上だと思うので、さあ勝ってくれるか倒してくれるか。これはさあ円弧が来たが、しかしまだ3分の全然減らないわ。あ、しかも煉獄打ったってことは体力がそんなに差がある。鬼滅の刃のキャラクターじゃ厳しいと。わかりました。じゃあ次、ゲトウ。ゲトウはでも氷いるからね、強くなってるから、じゃあダコンからいきましょうか。ダコン。さあ、ダコンどうだ？こっからは呪術廻戦のキャラクターなので、必然的にやっぱり、鬼滅の刃のキャラクターよりは強くなります。はい。でも、しかし、いや、待って、ダメージ受けてない？あ、やっとダメージ与えれたけど、いや、ダコンの火力じゃダメか。シルル遊軍だとね、やっぱり火力がそんなないんですよ。ちょっとごめんなさいね、見づらくて。こうしましょうか。いやー、あー、ダメだ、これ、半分も全くいかない。火力が足りない。そうか、領域展開とか追加されれば別なんだろうけどね。残念ながら、ダコンでは、これは、勝て、いや、残り14、勝てないと。なるほど。ってことは、花見も無理だね。だからゲトウ、強化されたゲトウで次行ってみます。で、それで無理だったら、真人は多分厳しいから、ジョーゴだけにしようか。うん。この二人で行きましょう。だゲトウは強くなったので、ちょっと見てみたい。そして、ジョーゴは多分真人より強いから、うん。必然的にまあ、ジョーゴの方がいいのかなと。真人やるより、挟むより。あ、でもいいぞ。結構食らってない？どうだ？かなりダメージ与えてるつもり気がするんだが。第二ゲートまで、もしかして持ってきれるか？氷を出す！氷を、来た！合図！
合図。いやどうだ、持ってけないか、体力的に残り91。いやしかしゴーリオも出た、あるぞあるぞ、どうだ、なんとか第二形態、第二形態、3分の1削れば第二形態、どうだゴーリオ、あー惜しいのかいやーなかなか第二形態いけないね。では最後です、こちらジョーゴ、これでダメだったらもう仕方ない、いきます。まあスクナはね行っちゃうと思うんで、あのスクナは第二形態に行ってしまうということでスクナは入れておりません。さあ行ってこいジョーゴ、どうだ、伏黒お父ちゃんとかも楽しそうだけど、多分ジョーゴが一番多分戦えると思うんだね。問題は、外観鉄地戦もおよび極のワンインが出るかどうかだな。しかしどうだ、ここで今体力半分持ってきてるが、まあ負ける、いや勝てはしないと思うんで、今ジョーゴ体力半分、そしてムザン様まだ3分の1も全然削れていない。ちょっと待って、違う、ジョーゴ極の番員だ、極の番員、極の番員を、うわでもかなり減ってる、かなり減ってる第2形態持ってった。あ、ジョーゴだと第2形態に、なんだろう、余裕を持ってって言ったらあれなんだけど、極の番員も、外観鉄線も使わずに第2形態まで持っていくことができたんで、まあ第2形態に持っていくのは安定して持っていけるようになるのかな。はい、ということでちょっとジョーゴの顔から顔をつけたまましますが、今回まああのムザン様に、まあ、第1形態でも十分強くなりましたね。今までだったら結構第1形態はテーペチーンぐらいがほぼだったから、そのすぐ第2形態になってたんですけど、まあ、今回のアップデートによって強くなったので、ちょっと今後サバイバルでもムザン様が出てくるので、上限を全員倒したらその瞬間からムザン様がスポーンするようになるので、まあ、ちょっと楽しみにしていきたいなと思います。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様でした、バイバイ。